皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況を今日もお届けしていきたいと思います。今回は以前ゴジラのコースを実況させていただいた方のコースになります。ブレイクジーアンビリカブル、クリア率 0.78% ブシトクリアタイム4分超え。これは相当長いな。長くて難しい。くるくるクールクリアできるかな。まあ不安になっててもしょうがないし、とりあえず進んでいきましょう。お邪魔します。あ、なんだ、白コースなんだ。あの飛行船コースというか、ずっと空を移動するステージかなと思ってたんだけど、全然違いました。どういうコースなんだろう。あのキノコは取れるけども、まあまだキープしておこうかな。ネットは叩けるものは叩いていっちゃいましょうかね。その方が後々良さそうな気がするんで。スピンジャンプ、あ、やばいやばいやばい、ゴリゴリゴリ、オッケー。落ち着いていけば大丈夫そうかもしれないけども、落ち着いていくっていうの実は超苦手ですよ。くるくるくる、落ち着きのない男、くるくるくると呼ばれてますからね。もっと年相応に落ち着き、あーはー、チョロプーのこのスパナ怖いんだけど、っていうか当たるし。よいしょ、ここらへんここらへん、これしゃがんでて大丈夫。よし、ドロップ、ここ今のは落ちるに限る。上に登る、はい、落ちるよ落ちるよ、こっちこっち、あそう、あでも大丈夫っぽい。このレチョロップ、よくも今まで苦しめてくれたな。どうするか、これはどうするんだろう。上に登ることはちょっと、まあ、普通にできなそうですよね。あは、難しいな。よしよし、なんとか戻ってくることができました。今回はプロペラマリオのままこっちまで来れちゃったんで、ゴリ押しで行ってみましょう。何が出てくるのかな。トゲメットか。トゲメットでまず倒すでしょ。こっちも先に倒しておこうか。右に行くのか左に行くのか。こっち何か出てきそうだから、こっちから行ってみましょうか。あー、よいしょ、こっちこっちこっち、何が出てくる。プロペラ了解。まだ使うってことか。いいね、トゲメットとプロペラで、このトゲゾ、トゲゾって言うんだっけ、あいつ名前、正式名忘れちゃったんだけど、あいつも怖くない。なんでなんでなんで、これ潰されちゃうんやないの。大丈夫、ああよかった、戻っていく。妖怪か、妖怪だ。ここで好きな放題をやりすぎをすればいいのに。任して、くるくるくるにかかればそんなの一発で見抜けちゃうんだよ。次はここでやりすごーす。2本目来るのを待たないとダメ。3本目かこれ。3本目をやり過ごしたら、ここでまた入れ替わり待ち。まだ無理まだ無理、パーパーしたくないから落ち着いて、くるくるくる、よいしょ、ここです。いいんじゃないの。なんだよ、このコースパーパーコースだったのか。だったら初めからパーパーコースって書いてほしいですよね、コースタイトルに。よいしょ、まったくもうパーパーは飽きますね。この辺です。よっしゃ、はかして、このぐらいのパーパーコースだったら楽勝ですよ。ここも、うわお、おお、すげえ。トゲゾウとプロペラはいくらでも補充ができると。で、このカロンを食べて、よっしゃ、こいつらを倒していけばいいのかな。まだ出てきたりする。まだ出てきた。カロン倒しちゃった。カロン倒しちゃったらもったいない。これはヒップドロップで倒したっけ。ヒップドロップじゃダメか。はい、1個壊して、ここら辺です。倒した方がやった。上に登って、上が見えないって怖いね。1匹ぐらいだったら普通に食べちゃってもいいかな。ベーストクリアタイムの人は多分何回もやってルートを覚えたんでしょうね。待ってでっていう、君がいないとどこにも行けないんだ俺は。よいしょ、
あれ、乗れない乗れない。よかった。とりあえず、あーはぁ。トゲメット補充してこようか。ここだっけ？よし。プロペラとトゲメット補充完了。ここまで来ると問題は残りタイムですね。残りだいぶ少なくなってるはず。ハンマーブロスのハンマーも食べれるんで、あれで攻撃することもできます。しゃがんでればいいのかな。タイミング的な多分この辺のはず。よし、ゴリゴリ。よし、いるかな。置いていこう。ほらほら、やっぱりいたんだよ。ヨッシーなんか、乗りしてるもの。大丈夫、私はきっと3番目だから、あれ ?3 番目だったか4番目だったか忘れちゃったけど。この辺だと思うよ。次。あ。これ BGM が消えてる。これはやっぱりヨッシーは乗り捨てちゃダメっていう暗黙の、あれでしょうか。しかし、しかし。よいしょ。私にかかれば、ああ、ああ、ああ、ゴリゴリできると思ったのに。今度はヨッシーを連れたままここまで戻ってこられたけど、そうか、どうせここでヨッシーの補充はあったんだね。降りられない。降りられない。よいしょ。結構ガリガリアクション苦手ですよ。よいしょ。いいね、ヨッシーが2匹いるっていうのはやっぱり、いいね。ミスってもやり直しが容易。こうか。ほい。ほい。こうです。やった、今度はゴリゴリ大成功って結構、結局はゴリゴリなんだね、僕が遊ぶと。プロペラとトゲメット。食べていこう、一応トゲメット一つ。次は、どうすればいいんだ？待って、何をどうすればいい？はい、入れた。入れたけど、入っちゃダメなんじゃないの？っていうか、これは補充用ね。了解了解。ということは、あれは使わないんだ。ここを壊すでしょ？これでいいのかな？ 7 光を倒せばそれで勝ち？ 7 光を倒すだけだったらそんなに難しくはない。あ、ハンマーブロスとか突き叩いておいて。よいしょ。なんか勝手に充実してる。あ、ごめん。やったぜ。これでいいのかな？なんか結構今日はグダグダだ。いつもグダグダだけど、いつも以上にグダグダだ。よーし、嘘。待って、これはちょっとダメージ覚悟でクッパ食らう。嘘だろ。もうさっきので私ムカついたからね、スルーしていきます。待って、トゲゾーのメット、トゲゾーメットここまでいるの？嘘だよね。なんかイライラしてきた。嘘、もうやめて。なんでそういう意地悪するの？そんなにみんな僕のこと嫌い？よしよしよし、いいんじゃない？これでいいんでしょ？もうヨッシーは知らないよ。これでヨッシーも使うとかそんなことはないよね。ヨッシーなんか大嫌い。よし、置いていくよ。置いていくよ。今です。よし。待って、これヨッシーいるんじゃないの？ヨッシー置いてきちゃったよ。嘘でしょ？ちょっと待って、スピラー風に気をつけていこう。いくよ。スター発見。
さあ発見。ウーストもやだもう。これ以上もどうしようもないよ。ちょっと赤コーラに、赤コーラじゃない、やめて。ウーストもやだ、本気でもういや。ちょっと待って、またヨッシーいなくなっちゃったんだけど。ふざけんなよ。嘘だろ、もうやだ本当に。もうゴールだよね、ゴールだよね、信じる、本当に信じるよ。まだあんのかよ、もういいよ。もうやだ、もういいって、本当お腹いっぱいもん、このコース。もういい、もうゴール。あー疲れた。今まで遊んできたコースの中で1位2位を争うぐらい疲れた。なんだっけな、もう数時間かかったモフさんのコースより疲れたわ。ブレイクしたのは私のマイハートでした。19分でクリア、ありがとうございました。やばいな、今日はもう、1コースでちょっと終わりにしよう。疲れました、すいません。そんなわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。今日はグダグダで本当すいません。チャンネル登録まだの方、もしよろしければチャンネル登録していってくださいね。こんなグダグダプレイですが、よろしくお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。